さあ注目のカルガリーオリンピックのシルバーメダリスト、マリナ・クリモワ、セルゲイ・ポノマレンコ。このクリモワの美しさも非常に注目されるんですが、女性にはこのポノマレンコのスタイルがサラエボの時もカルガリーの時も大変な人気でした。 EUL の2人です。ロシア共和国モスクワから来た EUL の2人夫婦ペア、マリナ・クリモワ、セルゲイ・ポノマレンコ組でした。昨年の世界選手権でデュシュネー兄弟に逆転されて敗れました。そして連覇が止まりました。先月の欧州選手権では優勝しています。デュシュネー兄弟はその時には出場していませんでした。このオリンピックでの優勝争いが非常に注目されます。イサベル・ポール・デュシュネー兄弟がトップですが、その上を行きますかどうか、五十嵐さんどうでしょうか。これはちょっとフランスのジャッジが点が低すぎますね。5.4 ですね。これはこれはちょっとおかしいですね。この2人の争いが注目されますが、フランスのジャッジ、女性のジャッジですが、